はい、皆さんどうもおはようございます。今日はね、団地前に、健やかに来ております。ちょっと早起きして若干いつもより早いんですけども、時間の方が7時57分ですね。7月15日の7時57分と7月15日の7時57分、8時前からのスタートは久しぶりになります。早速言っていきたいと思います。あ、帽子がずれた。はい、ではですね、早速濁りと水温っていきましょう。濁りの方はやっぱクリアですね。70cm、80cm、90cm ぐらいまでもう完璧にそこが見える状態です。あ、でも気持ちがいいっちゃ気持ちいいんですけど、見切られるっていう面ではちょっと心配な部分もありますが、やっていきたいところですね。はい、今日はね、こう昔の銃みたいなやつで釣れました。こういうやつ、パンパンってやつ、ほいっと。はい、水温は7度です。7度、昨日夜8度あったんですけど1度下がりましたね。はい、お願いします。そして今日はサムネがどうなってるかちょっとわからないんですけども、最近もうこれがバチ抜けが始まってきてると思うんですよね、徐々に。なので、バチ抜けにも使えそうなベイトロッドということで、お借りしてきました。フィッシュマンのビームスロワール 86L ですね。見えるかな、こんな感じです。ちょっと僕が使ってるベンダーバールよりも、基本的にこういうね、締めるとことかこの長さとかもちょっと軽くライトに、このゴムのところも軽い感じにできていて、全般的にライトな感じにできていますね。持った感じも軽いですね。でルアーウェイトが対応が5から25、 P ラインが 0.6 から2号ですね。はい、まあその辺はホームページ見ていただければ分かるかと思うんですけども、これに本当はスコーピオンのがちょっといいっぽかったんですけど、僕持ってる中ではちょっとね、今日は、アンタレス DC で来ました。で、一応バチ抜けでもタックルセッティングで本当は P1 号とかにしたかったんですけど、ちょっとそれより巻き替えてしまうとデイゲームでのね、ベイトがちょっとなくなっちゃうんで、あんまりね、なんでちょっと2号のままです。 P ラインはで、リーダーが30ポンドナイロンです。はい、で、バチ抜けということなんで、もちろんね、使っていくのはジョルティということでジョルティの 15g、 これをね、スローにやっていきたいと思います。はい、ちょっと、一応ちょっとペンデュラム的な感じでいきます。お願いします。まぶしい。あれ、船来る、船、波が来る。でちょっと最初ジョルティをゆっくりやってみて、それからエリア10とかね、ニョロニョロとかどうなんだとちょっと試していきたいなと思います。ジョルティ15でもちょっとグニャンっていう感じの柔らかさは感じるかもしれないですね。22はちょっと厳しいかもしれないですね。15で精一杯かな。22はちょっと厳しいかもですね。ちょっとこうゆっくり巻いてますから、いつもにも増してスローに巻いてますね。で手前は怖いんで、ちょっとゆっくり回収気味にしていきます。あ、ダメだ、なんかついちゃってる。葉っぱ、ちょっとね、あれだ、ローリング系、巻き込み系で投げないとちょっと飛ばないかな。あー、これは飛びましたね。ゆっくりやれば、この釣れないおじさんのやつ見ればわかると思うんですけど、おじさんさんのやつ見ればわかると思うんですけど、まあ体に巻きくっつけるような感じでピュンと投げると、フンと投げるとちゃんといい感じに飛んでくれますね。
ただやっぱりちょっとですね、アドバイスいただいたところによると、やっぱこのリールが DC とかあとブレーキが強いから、どっちかっていうとそういうんじゃないタイプの方のバスでいうとそのフィネスタイプ、まあ、軽いルアーを飛ばせるベイトリールの方がバチ抜けをベイトでやるんだったら、まあ、向いてるんじゃないかということでしたね。で P ラインも1号とかその辺まで下げる感じの方がいいんじゃないかということですね。竿は非常に、ね、柔らかいですね。ベイトロットとは思えないぐらい、まあ、本当になんつうのかな、ベンダーバールのあれ M じゃないですか、それがまま L になったようなイメージですね。よりもうちょっとファストティップなのかな、まあこれちょっとね村岡さんに昨日ライブ放送でアドバイスいただいたようにゆっくりゆっくり巻いておりますが、やっぱ針がねどうしても下に向いてる分根掛かりがちょっとね急エド側では怖いですけどね。ハゼ本当はちょっと違う場所行こうと思ったんですけど、今日その今の川の鈴木のいる場所として昨日のねライブ放送を見ててなるほどなと思って行こうと思った場所があったんですけども、とりあえずねここに来ました。はい、もう一回ちょっと投げてみますね。綺麗に曲がるかもしれない。この竿スピニングよりスピニングぐらい細いですね。スピニングぐらい細いですね。ただフィッシュマンの特徴なのかあれですけど、こうガイド数が多いですよね。結構多いです。今まあ本当にゆっくり流されてますけど、ルアーが魚とかが弱ってもしくは流されながらスライドしながら魚が、そこを移動しているみたいなイメージでやってますけど、ちょっとジョルティーをね今度フックとかの位置を変えてみようかなと思うんですけどね。やっぱり江戸川でやってるとどうしてもこのロストがね激しすぎてどうしてもジョルティのロスティが止まらないし、ジョルティの、親だけいなくて子供だけが残るっていうね、あの取り替えるはずのジョルティが足りないんですよ。余っちゃうんですよね。どっちかっていうと僕 VJ16 とジョルティのあのワームの比率が逆なんじゃないかと思うんですよね。ジョルティって値段の割に値段がそんな高くない割に3匹もサブが入ってるじゃないですか。でも結構硬いじゃないですか、このボディがちょっとしっかりめというかちぎれないというかずれないし、だから結構使えちゃうんですよね。どっちかっていうともう滝にヘッドがもう引っかかっちゃってそのままなくなっちゃって一緒に残食してもう子供が路頭に迷うみたいな感じになるんですけど、 VJ は比較的ワームが柔らかいからずれちゃったり、あと切れちゃったりすると思うんですよね。だからなのに1個しかついてないと。逆にジョルティじゃなくてあの VJ が3個ついててジョルティが予備1個でもいいんじゃないかなと思うんですよね。多分そう思ってる人いると思うんですけど、まあでも大いに越したことはないんで、じゃあちょっといよいよね本番で、一番よくみんながワチドケの時に使う可能性があると思われる、おエリア10を投げてみたいと思います。あ、マニックか、マニック使うか。じゃあエリア10でマニックラザミンと行ってみますか。最初にラザミン、最初にちょっとラザミン行きます。
ラザミン、これ 8g でしたっけ、7か。これハイフロートじゃない方ですね、普通の方です。これをちょっとやってみたいと思います。後ろ OK。 あーでも普通に、あーどうだろうな、ジョルディの15よりかは劣るけど普通に飛びますね。まあ飛距離ちょっと測りたいんで、飛距離ちょっとこっちダウン気味で投げてみるか。風向きが、あーでも戦えるぐらいは飛びますね。でも今無風じゃないんですけど、そんなにこう向かい風ではないんでちょっと何とも言えないですけど、めっちゃ飛ぶかってわけじゃないですけど、スピニングでじゃあラダミン投げたらこれよりすごい劣るのかっていうと、まあそうでもないかなって感じしますね。まあまあ飛ぶてか、こうラダミンが多分飛ぶのかな。結構飛びますね。 25m、30m、25m ぐらいは飛んでるのかな。勘ですけどね、勘というか感覚ですけど、多分全然運河系とかここの大規模河川でいうとちょっと足りない気もするけど、後半やっぱ失速しますけど、これでもブレーキゼロなんですよ、ほぼ一番低いところまで。でもあとは普通に柔らかいんで、例えばもう吸い込みバイトとかあったとしても全然この竿だったらいい感じですね。これからすごい入るんですよね。あの GoPro だとすごい変な風に曲がってるように見えると思うんですけど、結構先っぽ3割ぐらいまでが素直にスッと入るんですよね。だからこの間昨日あのバチ抜けデカが使ってたソリッドティップの感覚にちょっと近いですね。じゃ次はマニックの115かな、シューサイズ、これをやってみます。ちょっとこれはね、まあ、重心固定重心なんで結構飛びやすいかなと思いますね。ウェイトも結構あるでしょうし、いきます。あ、これは全然飛ぶ、すごい飛ぶ、うん、さらに5メーターぐらい奥まで行きますかね。まあスピニングでもこれ飛びますもんね。あー気持ちいいわ、すっげー気持ちいいですね。これ今かなり飛びましたね。まあもともと重量が違うから飛ぶのはしょうがないんですけど、結構飛びました、気持ちいいぐらい。これなら全然この大河川でも使える感じですね。まあ基本的にバチ抜け使ってる時って結構無風が多いと思うんで、そんなにねこう邪魔に押しないとは思うんですけど、まあでもどうしてもね今日はタイミング的に潮回り的に抜けるだろう、でも風が強いなっていう時は来る、もちろん来る人もいらっしゃると思うんで何とも言えないですけど、無風の場合だったらすごい気持ちよく飛びます。そして最後に1個、あれエリア10を使いたいと思いますけど、エリア10どっか行った、あれ、あ、いた、落ちてた、あのね、新品ですよ、もう新品のエリア10をデイゲームで使う、この勇気ロストしたくないね、この色は結構気に入った色ですよね。気に入った色じゃなきゃ普通買わないですけど、グリーン、クリアグリーンにラメラメ、シルバーラメラメ、これでいきます。うわ、だめだ、バックラした、これはダメだ、軽すぎる、やっぱりフローティングあるある。でもやっぱりねルアーが軽いからバックラしても高切れしないですね。でもこれが08とかだったらちょっと分かんないけど、どうしてもベイトの場合はね直接ラインにプレスがかかるんで、スピニングみたいにね スピニングあれか、ロックしないか、もう一回ちょっとゆっくりめにいきます。ゆっくりめにというか優しくいきます。ちょっとサミが、ああだだ、やっぱかかるわ、ちょっとブレーキ1個上げなくてもですね、今ちょっと途中まですごいいい感じだったんですけど、怖いからちょっとサミングしたかしないぐらいでプッとちょっと
バックラッシュも1個上げます。ブレーキ設定一番下から、DCMD の P モードですね。これちなみに今の、ブレーキを、まあ、一番少なくしたんですけど1個上げました。あ、今キャストミス、ちょっと何だった今のは。はい、ちょっと垂らし眺めでいきます。あー、やっぱ厳しいな。ちょっと厳しいな。これがまたリールを考えたり、さっきも言いましたけど P ラインを半分の1号とかにすれば、あ、ちょっとどうなるかわからないっていうところですね。もう一回投げて終わりにしたいと思います。ちょっとこれは力んだけど、やっぱりザミンよりも飛ばないですね。まあ運がなったらいいけど、この大河川の9エド側で結構手前に9エドと潮目入るんですけど、だいたい25メーターぐらいにこのライン入ったりするんですけど、そのラインでボイル出てれば届くけど、そのさらに奥でやっちゃってる時はちょっとこれ届かないかもしれないですね。あのテクニックとさっきも言ったけどラインの変化、それでちょっとどうなるかはわからないんですけど、ちょっとね、ここ重たい新編っぽいようなやつだったらしっかり飛ぶんですけど、こういう軽いやつはちょっとテクニックとリールのセッティングの見直しが必要かなと感じました。でも竿自体は非常にね、扱いやすくて軽いやつを全然僕のレンダーバール9689M よりも飛ばしやすいかなと思います。はい、じゃあちょっと今日はね長くなってしまったんですけども、フィッシュマンのビームスロワール 86L でしたね。これでちょっとバチ抜けにもいけるかどうかということで、お借りしてやってみました。非常にかけたら楽しそうな竿っていうのはね、全シリーズ同じだと思いますんで、もし探してる方がいらっしゃったら、でベイトでやりたいっていう方がねいらっしゃるんであれば、一つ参考になればと思います。では、長々失礼しました。では皆さん、いい週末を。失礼します。